こんにちは、神奈川県人権啓発センターです。今日はね、啓発動画ということで、テーマはこれですね。日本には江戸時代にあまり良くない歴史がありました。首脳交渉の下にいた人間以下の存在がいると。でも人間以下と設定された人たちも性欲などがあります。当然乱暴なども働きます。一族や同労働となって十何人も取り囲んで暴行しようとした時、侍は大切な妻と子供を守るためにどうしたのか。侍はもう刀を抜くしかなかった。でも刀を抜いた時にどうせ死ぬんです。まあ、皆さんご存知のこの長谷川豊さんの動画、まあ、本人も言ってる通りね、結局何が言いたいのか、まあ、全体としては何が言いたいのかよく分かんない動画なんですよね。それでまあこれにですね、まあ、当然あの人権意識の高い人々が反応してるんですけども、例えばですね、古谷恒平君ですね、この人が言うには、まあこの人がね指摘してるのは、この長谷川豊さんはですね、まあ、死の交渉の下に、まあ、仮想身分として得た否認というものがあったというふうに言ってるんですよ。それは今は違うんじゃないかと、まあ、今はその死の交渉を得た否認っていうのは嘘で、まあ、死という武士っていうのはまあ支配者なんですけども、農耕商っていうのは別に上下関係というものがあったわけではなく、で得た否認っていうのも農耕商の下にいるというよりは別の身分階層として存在するという、まあ、そういった考え方が今では正しいとされていて、まあ、その長谷川豊が言ってるようなことは嘘でたらめだと。まあ、あとはまあまだそのなんかネタコを起こすな論は間違いだとか、あとなんかまだ根強い差別があるとか、まあその童話事業でまあその被差別部落の劣悪なインフラ改善や人権救済が初めて始まったという、まあそういうまあベタベタなことは書いてあるんですけども、まあそれでいろんな、ね、メディアが長谷川豊の発言をより批判してるんですけども、ただですね、あと解放同盟を批判してるんですよね。ただそこまでね偉そうに言えるのかというところがあってですね、実はこのまず今この古谷君は間違ってるって言って、まあ間違ってることは間違ってるというふうに今ではもうそれが定説になってるんですよ。この死の交渉の下に得た否認があったっていうのは、まあそしてもういろんなメディアとかね、でまあ維新の中でも長谷川豊を批判する声が巻き起こってるんですけども、ただまああの何でしたっけ、丸山穂高議員ですね、あれに比べるとそんな盛り上がってないというか、まあそのマスメディアもね結局差別発言っていう風にまあなんとなく非難はしてるんだけども、じゃあどの部分が差別発言なのかっていうのも、どういうところが差別かっていうところも、ね、釈然としないところがあって、まあ、実はですね、こうマスメディアなんかもでその内部からいろいろ批判してる議員がですね、じゃあその部落差別のことをどこまで分かってるのかと、いやでもそこはね僕も含めてなんですよ、研究者にとっても結局ね部落問題の全容っていうのはよく分かってないと。で実はついね、ほんのつい最近までこの長谷川豊が言ってるようなそういうような教育はされてたんですね。でこれ昭和56年の人間という本ですね、中学生向けの。人間ってもうあの人間です、あの大阪の方ならご存知な、あの不気味な表紙で内容もおどろおどろしい、まあ、はっきりしてこれまああまりいい評判ないんですよね。どっちかっていうとその差別解消しようっていうよりはなんか部落問題に対してこうすごくマイナスというか負のイメージを抱いてしまうような本で、で実際この中身を見てもそうなんですよね。近世政治紀元説といって、まあ、昭和の頃まで、まあ、平成に入ってからもまあ少しのこういう感じだったんですけども、当時はですね、こういった教え方をされてました。死の交渉という身分があると、で武士が一番上で農耕商という順になってるのは
その農民が一番偉いのは、農家っていうのはその物を作るから、それ今たくさんいるから一応名目上偉いっていうことにしとかないといけなかったという。そして商業工業っていうのは、その下の方に、まあ、物を作らないからね、まあ、工業については、まあ、物は作ってることは作ってるんだけど、やっぱりその食べ物を生産する仕事に比べればなんかこう見下されるところがあったという、まあそういうような教え方をされてたんですよね。で、得た否認っていうのはまさに最下層身分で、でこれは江戸幕府が、まあ、農民の不満をそらすためのはけ口として、こういう下の身分を作ったと。こうやって見るとはっきりと最も低い身分として得た否認と作ったって書いてありますね。だからこの少なくとも、まあ、これだと昭和56年ですから、当時は中学校では明らかにですね、得た否認っていうのは、まあ、農工省の下の身分というのを教えられてた。で、まあ、書いてることあった、まあ、合ってる部分もあるんですけど、今だとこれは違うんじゃないかって言われる部分もあります。例えばその、まあ、死んだ今処理とか、こういう仕事を押し付けられたってあるんですけども、押し付けられたっていうわけではないんですよね。まあ、必要な仕事なので誰かがやらないといけないですし、で別にタダでやってたわけじゃないのね、そういう仕事を。だからその、まあ、商売として生きていくための手段として、別に自分から進んでやってた人っていうのも、まあ、進んでやってたっていうか、まあ、職業ってね、その結局なんかこう、今でもそうなんですけども、仕事っていうのは、まあ、自分で積極的にその仕事を選んでやるっていうよりは、まあ、なんとなくそういう仕事に行き着いたっていう人が実は多いと思うんですよね。まあ、当時もそういうもので、だから、まあ、押し付けられたっていうのは、まあ、またちょっと違うんかなというふうに思うんですね。で、あとこちら鳥取県のね、岩美町の資料なんかですね、これだと、これもね、やっぱり実はさっきの人間と同じなんですね。ほら、やっぱりそうですね。さらに低い身分に位置づけられた人々っていうか、低いって書いてありますよね。だから得た否認っていうのは農民よりも低い身分だっていう、まあそういうことで書いてあるんですね。だからまあ、古谷常はもう今だからこうやって偉そうにね、間違いだとかデタラメだって言えるけど、まあそのデタラメっていうのが当たり前のように昔教えられてたんです。だから長谷川豊さんの世代っていうのは、まさにその古谷君がデタラメだって言ってる教え方がされてたんです。でそれだけじゃなくて、もう政府自体がそういう認識だったんですね。まあ童話対策事業が行われた時に、童話対策審議会答申っていうものが出されて、まあ、古谷君も言ってるんですけども、まあ、童話事業っていうものが、その初めてそのインフラ改善人権救済、まあこれも間違いなんですけど、本当は融和事業の頃から、もう明治の頃からインフラ改善とか人権救済っていうのは実はやってたんです。政府がやってたし、その地方の取り組みっていうのは実はあったんです。で、じゃあ戦後のこの童話対策っていうものは、もうまさにね、古谷君が間違ってるって言ってる、この死の故障にして得た否認っていう、そういう認識のもとで始められたものです。だからこういう身分差別っていうものは政府が作ったものだと、だからそれを解決するのは政府の責任だということで始まったんですね。だから童話対策事業っていうのは、実は古谷君がデタラメだって言ってる認識を元に始められたんです。だからその得た否認っていうのが下の身分ではないという認識を、そういう正しい認識を当時の、まあ、政府だとかね、人々が持ってれば、もしかしたら童話対策事業っていうのは行われ なかったかもしれないんですよね。まあ行われなかったっていうのはまだ語弊がありますよね。だからあくまでその低所得者層だとかね、そういう経済的に貧しい人々の救済とかね、あと住宅が密集したりとか、そういう生活環境が劣悪な部分の、まあ、改善という形で行われたはずで、こういうその身分差別を解消しようという、そういう考え方での事業っていうのは行われなかったのではないかと思います。じゃあ、まあそういった
過去の経緯について、まあ、それははっきり言っても政府が進めたことだし、解放同盟が進めたことであって、そのことについてじゃあ解放同盟とか政府が今反省してるかって言ったら、まあ同和事情のあり方についてね、まあ、個々人でいろいろ反省してる人がいるけど、でも結局はね、同和対策事情そのものがダメだっていうふうに批判することはもうタブーですね。で、この講座部落、部落の歴史というこの本なんですけども、1960年に書かれたもので、で、ここにある部落問題研究所っていうのは、今の解放同盟系の、部落解放人権研究所の前身なんですね。今でこそこの部落問題研究所っていうのは共産党系の団体っていうふうに見られてるんですよ。実は途中で分裂してるんですね。で、これ分裂する前ですから、まあ、解放同盟系の団体でもあるんです、当時は。で、このね、部落の歴史読んでみたんですけど、ね、もうまるっきり長谷川豊史観ですよ。知能交渉の下に得た否認っていう身分があって、でなおかつ、ね、まあ、ブログでも紹介してるんですけども、その否認っていうのがですね、そのまあ結構乱暴狼藉を働いて、まあそのあくどいことをやってて、まあだけどそれはもう虐げられた人々のなんかこう抵抗だみたいな、そういうことが書いてあるんですよ。だからこのまあそんな遠くない昔っていうか、まあこの1966年のこのね、この歴史観が大体1990年ぐらいまで学校で教えられてたわけで、でこの歴史観だと、得た否認っていうのは知能交渉したの最下層身分で虐げられた人々で、まあ貧乏で差別された人々で、まあ、その鬱積を晴らすためにこの乱暴狼藉を行ってたみたいな、まあ、そういう歴史観なんですよ。だから長谷川豊っていうのはね、まさにこういう教え方をされた世代なんですね。で、まあ、なんか、なんだったかな、野間さんだったかな、いわゆる芝木隊の世代ですけど、なんか、長谷川豊を作ったのは、トットイループだみたいなね、僕だみたいなことを言ってたんですよ。まあ、それは全然関係ない話で、むしろ長谷川豊さんみたいなのを作ったの、こういう部落問題研究所とかね、そういうことの、そういう人たちの言ってることを真に受けて学校で教えてた人々ですね。だから長谷川豊さんがこういう考え方を持つようになったっていうのは、やっぱそういうイメージだっていうふうにこう教えられてきたからですよ。だから長谷川豊に限らず、同じ世代、まあ僕の世代も多分それに入ると思うんですけども、まあ未だにその、学校で教えられたことの間違いを正されてない人、洗脳されたままの人っていうのは、果てしてね、まあ、差別解消って口でも言ってても、頭の中で考えてることは長谷川豊と大して変わらないですから。だから差別解消って言ってるのもね、あれ別にそのいや、部落の人々はその仮想身分じゃないとかね、なんかそういうふうに思ってるわけじゃなくて、まあ言ってみればね、虐げられた人々だから乱暴狼藉を働くから、そのまあなだめとかないと怖いっていう、まあそういう意識でその差別反対で言ってるだけなんで、まあ、結局その頭の中は長谷川豊と大して変わんないと。だからそういうところを正していかないと、まあ、根本的には問題は解決しないんですよね。あとね、加えて、まあ、解放同盟がね、長谷川豊に、まあ、定番とかしてるんだけど、まあ、部落問題絡むことで長谷川豊に抗議してるんですけども、ただこれもね、本当よく考えてみたらおかしなことなんですよ。長谷川豊はまあ言ってみれば、その、まあ、江戸時代の得た否認を侮辱したってことになるかもしれないけども、じゃあ今のね、解放同盟の人らがその得た否認と関係あるかって言ったらね、血筋っていう意味では関係ない人がいっぱいいますから、いっぱいいますっていうか、血筋なんて分かんないで、はっきり知って、それでやっぱり同和事業が行われてた頃から、もう地筋の問題とその場所の問題っていうのがもうごちゃごちゃにされてて、例えばその同和対策審議会なんて、実は結構言ってることむちゃくちゃなんですよ。その同和地区住民はなんかその江戸時代にね、仮想身分と位置づけられて差別されたみたいなことを書かれてるんですけども、いや同和地区住民じゃないですから、あくまでその得た否認っていう地筋に属する人々の
ことなんでね、江戸時代っていうのは。今の地区住民っていうのは本当住民以上のそれ以下、それ以上でもそれ以下でもないんで、じゃあ今の童話地区の住民が江戸時代の得た否認だったかって言ったら、そういうことはないです。特に大阪なんかそうじゃないです。全然関係ないですね。結構ね、この部落問題って地雷があるんですよ。まあ、今差別反対とか、まあ、解放同盟だとかそういう、まあ、役所がやってる公園なんか聞きに行ってね、まあ、そこで教えられたことを真に受けて、でそれをまあ何十年後かに偉そうに話しても、まあ、その間にいろいろ研究が進んでこう学説が変わってたりすると、まあ、後出しじゃんけんみたいな感じで、まあ、お前の言ってることは間違ってる、差別だって言われちゃうわけですよ。まあ、長谷川さんって結構そういう、長谷川さんの件っていうのは結局そういうパターンだと僕は思います。まあ、そこで最後にまとめるとですね、やっぱりね、この、Amazon でね、売ってるこのブラック問題入門をぜひ読んでいただければと思います。もうこれはですね、全くそのいう、政府だとかね、そういう解放同盟だとかそういう団体のプロパガンダを全く入れてない本ですので、こういう本を読んで知識をアップデートしていただければと思うんですね。で、まあ、この本もまあ完璧じゃないんですけども、そこで、まあ、神奈川県人権啓発センターとしては日々部落探訪に勤しんで研究を続けてますので、ぜひですね、この YouTube の、部落差別解消推進シリーズを見ていただいて、でどんどん知識をアップデートしていただければと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。